ヨハン・ルート・ビヒ・ウーラントは、ドイツの文献学者、法律家、政治家、詩人。ウーラントは、ビュルテンベルク広告中ビンゲンで誕生した。エヴァー・ハルト、カール大学中ビンゲンで、法学やギリシア古典、中世ドイツ文学を学んだ。法学士を取得後、パリに赴き中世フランス文学を研究した。帰国後の1812年から1814年に、 かけて、ビュルテンベルク王国の首都シュトゥットガルトで弁護士として、勤めた。また、ウーラントは自由主義者として活躍した。この頃からビュルテンベルクで、民主的議会の開会を強く主張した。1819年から1827年まで、中便元の議会、1829年まで、シュトゥットガルトの議会で大議員を務めた。その後、ウーラントは1848年に、 フランクフルトアムマインで開催された、フランクフルト国民議会の大議員に選出されて、参集したが、最終的に自由主義的ドイツ統一の夢はついえた。シュバーベンド着に培われたウーラントは若き日より、中世に憧れを抱いていた。中世ドイツのフォークロア、古民謡、おとぎ話、伝説、民間伝承の研究に没頭しながら、つあげしヒテでアフレースチ。 デアミゾス・フォントール・ナーハ・ノルディション・クベロン、サゲン・フォー・シュンゲンなど、多数の学術書を刊行した。中世ドイツの詩人バルター・フォン・デア・フォーゲル・バイデを、研究して1822年に刊行した、学術書、バルター・フォン・デア・フォーガル・バイダ、アイン・アルト・ドイッチュアディヒターは名高い。ウーラントは、バルター・フォン・デア・フォーゲル・バイデ、ヨハン・ボルフ・ガング・フォン・ゲーテ、フリードリヒ・フォンシラーの影響が濃く、 在学中から試作を始めた。題材は中世ドイツの伝説やフォークロアから取られたものが多い。リートでアニーベルンゲン、ミュージノ・アルマナック、ダイ・カベッテといった試作品を発表し、特にバターレンディッシュ・ゲディクタはよく知られている。試作品は非常に牧歌的であり、故郷に深く根ざした素朴な女上詞、リートやバラーでは人々に愛された。バラで特に 盲目の王でアブリンだけにヒ、学人の呪いでサンガーズ・フロックなどは、傑作として知られている。また二作の儀曲、エルンスト、ヘルツオークフォン・シュワーベン、ルート・ビヒデア・バイヤーも残したが、これは、彼の本領ではない。第一次大戦中最も好まれて歌われ、様々な替え歌を生んだ歌がウーラントの、一ヒホット・アイネン・カメラデンである。これは、少年の魔法の角笛にも収録された。 気象太鼓を踏まえている。ウーラントは1829年から1833年まで母校エバーハルト、カール大学中ビンゲンで中世ドイツ文学の教弁を取ったが政治的見解の相違もあり職を辞した。故郷ビュルテンベルク王国中ビンゲンで没した。ありがとうございます。